僕はもうミント、こちらってミントがスタートなんで、まあ、茶碗や湯飲み屋、そういった日常の食器を作りたいと思って入ったんですけども、土に触れることでどん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 考え方変わっていきまして、香炉を作ったんですけども、それは理由がありました。あの蓋に、プラチナの銀を使ってて、で本体はトルコの青、あの抜けるような日本的じゃない、まあ、あの中近東の青に近いものだと思うんですけど、それを使って銀と合わせたものを今回出してます。前は本当の銀の方を使ってたんですけど、ちょっとやっぱ変色していくのを避けるために今プラチナを使ってます。強い色なんで、なかなか他のと一緒に入ると混乱を起こす時があるんですけども、うまく使えば、生きてくる。扱いのにちょっと注意を要する色だとは思ってるんですけども、使い方によっては非常にインパクトの強い色だとは思ってますけど、あのトルコ青っていうのは最初オブジェに使おうとして教えてもらった色なんですけども、それ20年ぐらい前だと思うんですけど、まあ、東京の料理教室の先生がたまたまやってきて、この色で、ちょっと鉢を作ってくれないかっていうのが食器に取り込んだきっかけですね。すり鉢だけの展示会をやったことがありまして、すり鉢100点と称して100は作ってみようといって、いろんなすり鉢を作った時に、外側がトルコブルーのすり鉢が、まあ、一番評判が良かったっていうのがありまして、それは今うちの定番の商品になっています。で今はそのバリエーションが少し増えて、食器にこの色の釉薬を使ってますけど、以前はこのトルコブルーの色を使った食器っていうのは日本人の食生活にはあまり馴染まないっていうことで考えられてはこなかったと思います。でそれは真っ黒い、今うちが並べてるも僕が作ってる真っ黒い器も同じなんですけど、これも昔は使わなかった。これもここ20年ぐらいだと思います。だからそういった意味では食生活の何て言いますか、風景というのはそういった意味では変わってきたなっていう感じはしますね。だから最初は料理職人、お店の料理人がこのブルーの鉢を使って蒸し物だとかちょっと白っぽい料理に使ってたんですけど、今は普通の主婦が緑の野菜とかを入れると鮮やかに見えますんで、そういうものにやっぱりどんどん使ってきたなと、そういった意味では時代は変わってきたなという感じはしますね。